アルセンバシロビチカノコフは、ロシアの実業家、政治家。2008年より、カバルダ・バルカル共和国首長。経済学博士。カバルディのバルカル自治共和国、シトハラ村出身。1981年モスクワの、プレハーノ不明小国民経済、大学貿易経済学部を卒業する。1981年から1983年まで、兵役に就く。 1983年モスクボレツカや生産合同に勤務、部長職まで務めた。2003年ロシア会員選挙で、ロシア自由民主党から立候補し当選する。その後、ウラジーミル・プーチン大統領の政権与党統一ロシアに移る。会員では、資産委員会に所属していた。2005年9月、健康上の理由で辞任したバレリー・ココフ大統領の 公認として、プーチンに指名された。なお任期中の2012年1月1日より、大統領という役職名が、主張に変更されている。kanokov.org は、カノコフの政治運動隊、カノコフのための青年の公式サイトである。カノコフのための青年は、カバルダ・バルカル共和国の青年層への浸透を図っている。 ホームページ開設にあたっては、著名なネット界の大物マズハブゾフの協力を得た。私生活では、夫人との間に、密語を設けている。http://www.usrbc.org/.members-only/. ロシアン %20 ガバメント %20&%20 リージョンズズマ。 deputy, htmhat, w-o-r-l-d-st-a-t-e-s-m-e-n.org,administrative divisions of the Russian Federation, キャバルジのボコリア w-o-r-l-d-st-a-t-e-s-m-e-n.org, 2017年3月30日閲覧 ,http://www.k-a-n-o-k-o-v.org, ありがとうございます。